一周半，举手啊，笑。皆さん、今日の運動会はどうでしたか？皆さんの思いが通じて、雨が降ることなく運動会を行うことができました。今年は白組で優勝しました。しかし、先生の通りどちらの組もベストをつけたと思います。1位を目指して走ったり、仲間と協力して応援したり、演技をしたり、どの瞬間の皆さんもとても輝いていました。この運動会で協力し、目標に向かって努力することの大切さを学んだと思います。今後の学校生活にはこれを生かし、羽黒小学校をもっともっと盛り上げていきましょう。せい。皆さんお疲れ様でした。今日はですね、まずあの2、3勝したいって元気に感謝したいと思っております。皆さんが力いっぱいできたのはですね、開会式の時に50年ともおっしゃってましたけども、このお天気のおかげで力いっぱいできたと思います。低学年の有利変わりなかったです。あと高学年の方の一層走り方ですね、力強かったですね、本当に。あと今年からですね、まず赤白に分かれたんですが、応援合戦、本当にこれもですね、人数が増えた分迫力がありました。皆さんの話に見てくださった家族の皆さん方によく伝わったと思います。本当によかった。あと最後になりますが、このふりあい運動会をですね、支えてくださった PTA の役員の皆さん、あとですね、障害協会の皆さん、あと羽黒コミュニティおよび羽黒コミュニティ推薦の皆さん、いろんな方が応援として参加してくださいました。ここでこれを申し上げて簡単ですが、挨拶と代表していただきます。ありがとうございました。
優勝したクラブの皆さん、おめでとうございます。サテライトでね、こちら参りました。赤組の皆さん、今年は残念でしたが、でも一生懸命に演技した、そして先ほど長谷川院長さんからお褒めいただいた素晴らしい応援、そういったことがとっても良かったです。そういったことが一番大事です。指導代表の黒木君からもお話がありましたが、これからの生活にしっかりと理解してほしいなと思います。それぞれ6年生の代表、今年は組み返すものだけでなく、方針やダンス、そういった要素を取り入れ、力強さの他に集団で行動する、演技する人を表現してくれました。さすが6年生でした。とても素晴らしい演技でした。5年生のトーラ、鹿児島学校で一番人数が多くて元気な学年です。そのパワーあふれるダンス、踊りを表現してくれました。下級生の人は今日の5年生、6年生の演技を見て、自分が5年生になったら、6年生になったら、あんな演技をしたいと思った人がたくさんいることでしょう。ぜひ下級生の皆さんも今日の5年生、6年生の演技を目標にまた頑張ってください。それであと3年生、4年生の共有、補強と、1、2年生のダンス、補強と、とっても素晴らしかったです。しっかりとこの後も、ね、頑張って勉強、生活をしていってください。最後になりますが、本日の運動会、無事に終えることができましたのも、アグロコミュニティ協会協会 PTA の役員委員の皆様のご協力、ご理解のおかげです。本当にどうもありがとうございました。今後のアグロ小学校の活動に対しても、さらなるご理解とご協力をお願いしたいと思います。以上で挨拶に変えさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。PTA の地区員の皆様に連絡します。後片付けの方の、お手伝いをお願いしたいと思いますので、高学年の片付けの、指示を出したいと思いますので、高学年西側の、靴箱